ブック江戸川乱歩作「宇宙怪人」朗読村上舞。 少年・新年号から始まる小説、宇宙怪人について。空中を疾風のように飛ぶ怪物。羽はあるが鳥ではない。人間らしい形をしているが人間ではない。ひょっとすると、どこかの星の世界から地球の様子を探りに来た宇宙のスパイではないだろうか。 幽霊のように正体のわからぬ不気味なやつしかも我々に対して途方もない悪だくみをしているらしい何にでも化けられる魔力を持っている怪物宇宙怪人は電車の中で立派な服装をしてあなたのすぐそばに何食わぬ顔で腰をかけているかもしれないこの恐ろしい怪物の正体は 果たして何だろうか江戸川乱歩少年昭和27年12月号空飛ぶ円盤空飛ぶ円盤はアメリカから始まって世界中の空に現れました日本にも現れたことがずっと前の新聞に載っていましたが。 このお話の始まる頃にはそれが日本の空にしきりに現れるようになったのです大きなお皿のような丸いものが非常な速さで高い空を飛んでいくのですどこかの国の新型の偵察飛行機ではないかという人もありましたいやひょっとしたら宇宙のどこかの星から地球の様子を探りに来たのかもしれない という人もありましたでも多くの人はそんなバカなことがあるものか大都会の人が空を眺めていてみんなが見たのなら信用できるが山奥や田舎の人が一人や二人見たというのでは見違いということがある大きな流星を円盤のように感じたのかもしれないまた空には蜃気楼のような現象が起こるものだから 山道などを走っている自動車のヘッドライトが空に映ってちょうど円盤が飛んでいるように見えたのかもしれない。いずれにしてもそんな不思議な飛行機などあるはずがない。何よりの証拠には空飛ぶ円盤がこの地球の上へ一度だって着陸したことがないじゃないか。と言って真面目に考えようともしませんでした。しかし、 空飛ぶ円盤の方ではそんな噂には無頓着にこの頃ではまた方々の国へしきりと現れるようになりました。今まであまり飛んでこなかった日本の空へもたびたび姿を現すのです。でも実際にそれを見た人はごく少ないのですから新聞にその話が出ても見ない人たちは信用しません。 きっと何か他のものと見間違えたのだろうと鷹をくくっていましたところがある日のこと空飛ぶ円盤をバカにしていた人たちを「あっ」と言ったまま息もできないほどびっくりさせる事件が起こりましたそれは一体どんな出来事だったのでしょうそれをお話しする前にまず。 平野少年をご紹介しなければなりません。平野少年は小学校の6年生で、お家は世田谷区の外れの寂しいところにありました。平野くんのお家のそばに、北村さんという25、6歳の理科のことをよく知っているおじさんが住んでいて、一月ほど前から、 平野くんはその北村おじさんの家へよく遊びに行くようになっていました。平野くんは理科が好きで、おじさんのお話が面白くてたまらなかったからです。北村さんのお家はバラック建ての3つしか部屋のない小さな家で、おじさんは耳の遠いバーヤと2人きりでそこに住んでいました。 お部屋には難しい理科の本がたくさん並んでいて顕微鏡や天体望遠鏡なども置いてありました平野少年はその望遠鏡で月や火星を見るのが大好きでしたおじさん、空飛ぶ円盤って本当でしょうかある時平野少年が尋ねますと北村さんは待ってましたとばかり空飛ぶ円盤の説明を始めました アメリカのどこのなんという人が最初それを見たということその次にはどこその次にはどこと世界各国に現れた円盤の歴史を詳しく話しそれからこのお話の最初に書いたように空飛ぶ円盤についてはいろいろな考え方があることを説明した後でこんなふうに言うのでしたところで僕の考えだがね 僕はこの噂をバカにしてはいけないと思うのだよ。見間違いと言っても、こんなに世界各国の人が同じ見間違いをするというのは変だからね。人間というものは初めて見たものを信用しないようにできている。新しい発明でも同じことだよ。例えば飛行機だね。今から100年前には人間が空を飛べるなんて夢にも知らなかった。 それよりずっと早く鳥のように空を飛ぶことを考えた人はたくさんある日本の江戸時代にも自分の体に大きな羽を縛りつけて空中飛行をやってみた人があるしかしそんな人たちはチガイだと言われた空を飛ぶなんてバカなことができるものかと物笑いになったそれがどうだね今では50人 60人という人を乗せて自由自在に空を飛び23日で地球を一回りできるほどになってしまっただから空飛ぶ円盤だってバカにしてはいけない我々の頭では考えられなくてももっと別の世界の人にはわけもないことかもしれないのだからね別の世界の人って平野少年は不思議そうな顔をして尋ねました つまり、地球の外の世界さ。宇宙には地球よりも大きい世界が数限りなくあるんだからね。ああ、それじゃあ火星ですかあれは火星から飛んでくるのですか平野少年の顔がポッと赤くなりました。そして胸がドキドキしてきました。火星かもしれない。もっと他の星かもしれない。いずれにしても、 宇宙のどこか別の世界から我々の地球を偵察にやってくるということは考えられないことじゃないからね。それじゃああの円盤の中にはどこかの星の世界の人間が入っているのでしょうか入っているかもしれない。いないかもしれない。誰も入っていなくても機械の力で偵察できるからね。 我々地球の人間が発明した無電操縦飛行機のことを考えてみたまえ。どこかの星の世界には、あれよりもっと進歩した機械があるかもしれない。そうすれば、中に人間が入っていなくても、自由に円盤を飛ばすことができるし、地球のありさまを写真に撮ることもできるわけだからね。平野少年はそんな話を聞いていますと、 怖いような楽しいような何とも言えない気持ちになってくるのでした。でも星の世界の人間って一体どんな形をしているでしょうね火星人はタコみたいなぐにゃぐにゃした足がたくさんある恐ろしい怪物ですね。あれはウェルズというイギリスの小説家が考え出したものだよ。本当はどんな形だか誰も知らない。 第一火星に生き物が住んでいるかどうかさえ分かっていないだから円盤を飛ばしているのは火星とは限らないのだよもっと遠い大きな星かもしれないじゃあタコよりももっと恐ろしい形をしているのでしょうかそれは何とも言えないねぐにゃぐにゃしたクラゲみたいなやつかもしれないそれとも ごつごつした機械みたいな形をしているかもしれないまたひょっとしたらゾンガイ地球の人間に似ているかもしれない怖いなもしそんなやつに道で出くわしたらどうでしょうははは分からないよ出くわすかもわからないよあの円盤の中に星の人間が入っていて円盤が地球のどこかへ着陸したとすればね 北村さんはそう言って、平野少年の顔をじっと見つめました。平野くんはその時、ぞーっと体がしびれたようになって、一瞬間目の前がもやもやと霞み、北村のおじさんが途方もない怪物のように見えました。どうしたんだい平野くん。そんな怖い顔して、僕をにらみつけて。い,いえ、なんでもないんです。もういいんです。 それは無論気のせいでした。北村さんはいつものような優しい顔でニコニコ笑っているのでした。